はい、最近再開しました。あですですです森崎さん大丈夫ですよ。スタッフメインですから分かりやすかったですね。家でマイク鳴らしますから。あ、よかった、ありがとうございます。で、ですね、ちょっと休憩中にじゃあこの後どうしようかなと思って、ベースでまだやってなくて、ベースにもおそらく使えるのではないかと思うので、ベースで鳴らしてみたいと思います。で、まず直で DI、どれかつける？いや、つけないで、はい、多分帰っていると思う。遠く、ちょっと音ちっちゃいですかね、きっと。もしかしてか、これを今2だった、ね。そしたら、プリアンプつないでみます。ちょっと原因を上げてみる。下げてみます。いろいろいじってみます。
はい、という感じです。はい、ベースを、はい、これをつぶやきます。はい、はい、どうなんでしょう、自分自身ちょっとベースあんまり弾いてきてないんですけれども、なんとなくでも、まあ、帯域的には全然下出ているので、ベースのプリアンプをその使う場合にどういうものが求められているのかってちょっとわからないんですけれども、でもなんとなくいいような感じが、うん、あれで、これ今これをまあ、あ、伸びてるの。